T リーグプレイオフ女子決勝24日代々木第二体育館丸日本生命3ゼロ神奈川黒丸写真特集日本生命優勝笑顔の早田ひな勝負は最初が肝心だ第一試合で試合の流れをがっちりつかんだ日本生命が連覇を狙った神奈川を破り王座を奪還した最初は予想外だった神奈川は第一試合 日本生命の村上康和総監督が思い込んでいたペアとは違う木原美優、長崎美優組を起用。今年の全日本選手権を制し、世界選手権の出場経験もある相手だ。村上総監督も次で取ろうかな、と思ったほどだ。だが、決勝に向けて準備を進めていた笹尾飛鳥麻生黎明ペアは動じなかった。第一ゲームは失ったが、 向かっていく気持ちを忘れずに試合ができた、と阿そう。相手のミスもうまくつき、第2、3ゲームを練習。逆転勝ちを収めた。二人の作った流れは伝染する。第2試合は孫明洋がパリオリンピック代表の張本美和に勝利すると、第3試合は早田ひなが直前の国際大会で敗れていた平野美宇との、エース対決、を制した。終わってみれば3対0の干渉劇だった。 準決勝では中国選手のペアを起用しており、他の選択肢もあった。笹尾と麻生について村上総監督は、T リーグの中で一番ダブルスの練習をした。負けても、来季頑張れよという気持ちで、と起用の意図を明かした上で、一番不利だと思っていたダブルスを勝てた、と称えた。代表選手を数多く揃える神奈川について、笹尾は最強チーム、と評する。 早田も0対3で負けてもおかしくない試合。実力は白昼していて、全試合ともちょっとした差で上回っただけ。一発勝負の綾が詰まったラストゲームだった。玉井光大。